東口小竹駅は福岡県倉手郡小竹町大技勝野にある九州旅客鉄道筑豊本線の駅である。駅番号は JC17。かつては日本国有鉄、道光福路線及び新体の貨物支線が分岐していた地上駅。石炭輸送前世時代は多数の側線が存在したが構内が大幅に整理され、筑豊本線電化の際、 島式ホーム一面に線を有する構造となり、京上駅舎に改築された。駅舎内は自由通路があり、小竹町コミュニティホールも併設されている。また、駅のデザインは、駅名の一時である竹をイメージしたものとなっている。新田支線との分岐部の後は、保線車両留置用の側線となっている。JR 九州鉄道営業が、駅業務を行う、業務委託駅。 簡易型の自動券売機も設置されている。マルスはないが、ポス端末の設備を持つ。守護下の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。2019年度の1日平均乗車人員は692人であり、JR 九州の近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。筑豊本線は、 小竹町の中心部を通っているが、駅自体は、中心部から、能型方向へ600メートルほど外れた位置にあり、駅前は換算としている。以下いずれも西口ロータリーより発車九州、旅客鉄道 JC 福北豊た線快速能型駅、マイナス小竹駅、生津田駅普通勝野駅小竹駅、生津田駅日本国有鉄道幸福路線、小竹駅車可能駅、 abcdefghij 週刊 jr 全駅全車両基地第075朝日新聞出版2012年9月23日22ページ ab 福岡支店内各駅 jr 九州鉄道営業2017年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年11月13日閲覧 ABCD 湯下しの福岡県、JR 全駅足処防、1993年10月15日、151から152ページ。ISBN47 億5120万5293。週刊 JR 全駅、全車両基地第07号、朝日新聞出版、2012年9月23日、30から31ページ。ABCD。 新駅舎が完成。交通新聞 P3 交通新聞 P1 主語化利用可能エリア。九州旅客鉄道。平成28年3月26日時点。AB、駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2020年12月26日閲覧。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。 2019年6月8日閲覧。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2019年8月5日閲覧。ありがとうございます。